こんにちは、シスター中島です。今日から新約聖書の世界に入ります。イエス・キリストはパレスチナのユダヤ人社会の中に生まれ、ユダヤ人として教育を受け、ユダヤ人として育ちました。イエスが教会の創立者となった人たちを選んだのもその地ですが、イエス自身は書き物を残しませんでした。イエスが残したのは彼のメッセージと生き方を持って託した小さなグループでした。弟子たちは自分たちがイエスと共に生活して体験したイエスの出来事を通して、イエスは神の子であり救い主であったと信じるようになった信仰を生きた伝承として、さまざまな形や方法、すなわち説教、信者グループの組織化、旧約聖書の解説、洗礼や聖餐に関する祭儀などをもって伝えていきました。このグループが教会の礎となりました。はどのようにして書かれたのでしょうか。イエスという人物を知る最も大切な鍵は聖書、とりわけ新約聖書、中でも最初に置かれている4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書にあります。人にはそれぞれその人の人となりの背景となっている歴史があるように、書物にもその背景を成している歴史があります。かつてナザレのイエスを中心に一つの出来事があり、それを目撃した人々がその事実を記憶に留め、それを語り、同じ思い、確信を持って共同体を作り、その事実を伝えていきました。そして、その出来事から30年以上も経ってから、それが書き留められ、記録されました。それを書いた人たちの意図は、あなたたちがイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためでした。伝承の3段階。福音書が書かれた年代は、紀元65年から100年の間と推定されますが、それより前にパウロは彼が伝道した教会に宛てて手紙を書いています。イエスの死と復活が紀元30年頃の出来事であり、最初の福音書が紀元70年から80年になって初めて世に出るまでの経緯には、次の3段階が考えられます。まず A 段階として、イエスがパレスチナで生きていた段階。 B、 イエスの復活後、初期
キリスト者共同体が形成され、イエスについて宣教されつつあった段階。 C、 福音記者たちが福音書を書き始めた段階。 D は2000年後、その福音を読んでいる私たちの段階を加えておきましょう。パレスチナにおけるイエスの生涯。福音という言葉は良き訪れを意味しており、ギリシャ語のエヴァンゲリオンという言葉を翻訳したものです。良き訪れは救いの知らせ、メッセージです。イエスは良き訪れを語り、そして人々がそれを聞くように望みました。福音書はイエスの言葉と行いをめぐって書かれています。イエスに出会った人は癒され、罪を許され、囚われから解放されました。イエス自身が良き訪れでした。イエスこそ福音そのものでした。福音書はキリスト教の教義としての教えを集めたものではなく、イエスキリストの伝記でもなく、むしろ神が歴史の中に介入したという弟子たちの証言なのです。それゆえ福音書は弟子たちによって書かれたのです。イエスは選んだ弟子たちが自分と一緒にいることを望みました。それは彼らを養成し聖霊で満たすためでした。イエスが望んだのは彼らを地上に神の国を実現するための有力な共同者とすることでした。イエスはこの弟子たちを派遣して、彼らが悪霊を追い払い病人を治すための共同者としての使命を果たしうるように要請したのです。そこでイエスは12人を選び、使徒と名付けた。それは彼らを自分のそばに置くため、また派遣して福音を述べ伝えさせるためであった。イエスと生活を共にしている頃の彼らはまだイエスのことがよくわかりませんでした。しかし彼らが復活したキリストに出会ったこの体験は、かつてイエスが語り、そしてなさったあらゆることを理解させたのです。それで彼らは宣教するとき、イエスの言葉を以前イエスが語った通り正確に繰り返したこともあったでしょうが、彼らはイエスの言葉と彼の行為を、今彼らが復活の光に照らされ聖霊に導かれて新たに理解しているように宣教したのです。しかしキリスト者共同体が大きくなるにつれて、語る言葉から書かれた言葉という変化が起こり始めました。初期のパレスチナ共同体はよく一致した共同体だったことを使徒言行録は語った。彼らはひたすら人たちの教えを守り、兄弟的な役割、
パンを裂くことに専念していた。信じる人たちは皆一つになり、すべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、それぞれの必要に応じて皆にそれを分配していた。また日々心を一つにして絶えず神殿に参り、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していた。彼らは民全体から好意を得ていた。主は日々救われる人々を仲間に加えてくださった。弟子たちが告げ知らせた良き知らせをケリグマと言いますが、その内容は次のような内容でした。他の人たちは洗礼を受けて間もないキリスト者をさらに教え導き、また彼らを励ましたのです。初期キリスト者共同体が宣教したケリグマの内容は、旧約の民に対する神の約束は今こそ実現されている。長い間待ち望まれたメシアは到来した。それはナザレのイエスである。彼は神の力によって教えを述べ、善をなし、奇跡を行いながらパレスチナを巡歴し、十字架につけられて神の意図を実現し、神によって死者の中から復活し、高く上げられて神の右に座している。彼は裁きのために栄光を帯びて再び来る。それゆえこのメッセージを聞く者は悔い改めて罪の許しの洗礼を受けなさい。これがケリグマの骨子でした。復活後に成長した世代の人たちは主のメッセージを全体的に書き留めた証言が必要だと考えました。当時の状況が抱えていた問題が福音書の起源となったと言えます。主を目撃した人たちが次第に死んでいくと、その残されたわずかな目撃者とどんどん増え続ける新しい信者たちとの接触がますます難しくなっていき、書物の必要に責められました。できて間もない若い教会に絶えず集まってくる改宗者を指導するために、イエスの言葉と行いの記録がますます必要とされてきました。また宣教熱に燃えた人たちは異教徒のためにも福音を書く必要性を感じていただろうことは想像に難くありません。初期のキリスト者たちは、イエスは彼らが初め期待していたほどすぐには再来しないことに気づきました。イエスの再来の遅延もまた福音のメッセージをより永続する形で保存することを余儀なくしたのです。イエスが話していたアラマイ語で書かれたマタイ福音書があったようですが、記録
資料が残っておりません。それでマルコが最も早く福音書を書いたことは現代の学者たちの意見です。最初のマルコ、マタイ、ルカを読むとそれが驚くほど似通っています。この三福音書が元にしたと考えられる共通のパターンが読み取れます。マルコ、マタイ、ルカの三福音書は共感福音書、シノプシス、ギリシャ語の一目で見渡すの意という名が付けられています。しかし共通の部分も多いのですが、違いの部分も多いのです。これは福音記者が使った資料が共通のものと特殊のものがあったことを推測させます。はじめに人たちが伝えた伝承がありました。その伝承の部分的記述化が始まり、それはペトロの説教になり、そしてペトロの通訳者であったマルコ、マルコは福音書を書いていきます。またパウロも説教をし、その説教はルカが取り入れています。ルカはマルコとルカの特別資料混ぜ、そしてそれに旧資料という資料があったと言われていますが、これはイエスの語録と言われています。しかし旧資料はドイツ語のクエレという文字の頭文字を取っていますが、残っておりません。でマタイはマルコを参照しました。そして旧資料も使いました。そしてマタイだけが使っている特殊資料も使いました。そしてマルコ福音から10年または20年くらい経って書かれていきました。旧資料というのは今述べましたようにイエスの語録と言われておりますが、これは実際に残っておりませんので仮説の域を出ません。ヨハネによる福音書は共感福音書よりずっと後に書かれたと言われています。ヨハネの用いた資料はマルコ福音書のある資料、特にその物語資料を多く取り入れていますが、旧資料イエスの言葉は少ししか使っていません。彼は手にしていた資料を注意深く選び分け、共感福音書記者よりもずっと自由にその伝承を使っています。彼にとって伝承への忠実とはイエスにおいて実現された出来事の持つ救いの意味を深く把握し表現することでした。イエスの言葉と技を告げた初期のキリスト者たちも、伝承を記録した福音記者たちもイエスの伝記を書くことには全く関心がありませんでした。彼らはなぜイエスがその時その場でそれを語ったか、それを行ったかという意味を悟るように伝えました。福音書を読み聞く本来の姿勢は、神の救いの技が自分にも
呼びかけられていることを受けて、それにどのように答えるかです。福音書を読むとき、A 段階はイエス自身が生きておられたとき、その言葉を話し、その行為をそのまま記憶した段階。 B 段階は復活後の共同体はイエスの言葉と行いについての記憶を復活体験に基づいて再びより深く悟り直し、 C 段階はそれを語り伝え、その後福音書に記録しました。 D 段階は現在私たちが生きているこの現実の中で、福音の言葉はどのような意味を持ち、どのように生きるべきかを私たちに投げかけています。聖書を読むとき、この4つの段階の理解のバランスをよくとり、偏らないように読んでいきたいものです。弟子たちはイエスが行ったことをそのまま伝えようとしたのではなく、イエスの言葉、行いの背後にある意味に関心を示しました。出来事の背後にある意味そのものを再現しようとしたのです。いかがでしたか？福音書は一人の人が書いたのではなく、いろいろな人がいろいろな角度からイエスという方の姿を書いたのです。それがお分かりいただけたでしょうか？内省のポイントを挙げておきます。この第8講話で興味深かったとこはどこでしたか？イエス・キリストという方をもっとよく知りたいと思いますか？質問がある方はメモをしておきましょう。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。